さあ、買ってきましたけどね、雨に濡られて、カメラ、レンズ、水セキュリティマグ入れになってますけど、よいしょ、買ってきた。買ってきたよーと。ここの道の駅なかなか面白い構造ですね。マップ、パッと貼っつけとこうかな。ちょっと縦長に、駅がね、鉄道の駅があって、今私がいるとこはここら辺だとすると、駐車場はね、間に、ちょっと食事どころとか、エッチンそばが食べれるところがあるらしいんですけど、そこは今日はね、ちょっと定休日、ということでね、やってなかったね。今日一応黒火扱いなんで、1、2と休み入れて、3、4、5を、なんか臨時営業しますみたいな感じになっておったんで、あ、しまった。今日はダメか、というところだったんですけど、その横に直売所があって、これ道の駅なのかなと、これまたちょっとまた別らしくて、で、道の駅のところにファミマがドーンと入っておったんですけど、道の駅の売店とファミマの、売り場が一緒になってるんですね。で、たまにあるじゃないですか。ファミリーマートがもう全部管轄しておって、道の駅の、販売も、自宅じゃないですけど、全部、コンビニエンスストアが管理してますよっていうケースなのかなと思ったら、そうじゃなくて、売り場が、なんとなく、別になんか、ついた、軽くその、ここから先はファミリーマートの商品ですとかっていう書いてあるのが、バーって書いてあるような感じで。で、自然とセパレートさせてあるっていう感じになっておったんで、売り場の違いやとか、隣でやってる感じだったので、なかなか面白い感じでしたね。うん。一応両方買ってきました。まあ、ファンマの方もファン買ってきましたね。ただね、ファンマの方はファンマの方で越前そば売っておったりとかっていうような感じで、一応地域特産品のコーナーみたいなのもあったりするんで、それがすごく、面白い行動になってましたね。で、道の駅の方で結構地元のやつを、もう、結構大野町で作ってる、やつとか、いろいろ、なんかお菓子とか売っとったんで、まあ、ちょうど、お土産がてらに買っときましたよと。なんか、とりあえずしばらくしたら雨はやみそうなんで、まあ、ちょっとここで、小腹を埋めがてら、うん。食事どころはね、埋まっとったんですけど、売店のところでなんか、地域の特産品のお弁当とか、舞茸だったかな？くず竜が、このあたりが、舞茸が有名らしいです。さあ、雨が止むまで。まあ、ちょっと小休憩がてらね。ちょっとゆっくり休みがてら。ちなみに電車いつ来んだろうね。ちなみに次、福津流行駅に列車が到着するのは18時28分らしいので、まだ2時間以上かかりますね。うん、さすがにちょっと列車の到着を待つのはしんどいかな。しんどいかな。これはね、しんどいかな。で、ちなみにその、折り返しの列車がラスニの列車。ここ14時32分から18時35分って4時間電車来ませんか、俺。うん。この辺りだったんですよ。列車でいざ来ると、ここで、この山で、ちょっと小1時間ね、こうやって休憩するのがちょうどいいし。衛星見たいもあれですけど、さっき車で移動した感じでもわかりますよね。ちょっと歩いて行こうかなっていう感じの距離感ではないんですよ。くず竜湖ダムにしたってね。今車だからこれ10分とか15分で超えてますけど、これ、ちょっとね、さすがにきついでしょ。ね、歩きだったら。うん。っていうことでございますね。あ、そういうのもあって、まあ、ここはやっぱ、まあ正直車のが来やすいね、来やすいね。なんか食ってこうかな。なんかね、写真撮っとこうかな。こんなね、揚げ餅ってのが売ってたんですよ。これ後にしようかな。揚げ餅後にしようかな。これ多分ちょっと温めてから食べた方が多分美味しいですからね。これちょっと後から食べようと思いますけど、この揚げ餅っていうのがあって、なんか北陸の方ではなんか有名なやつなんかな。あんま聞いたことないけどと思ったんですけど、よく焼きそばね、サバの一本焼きがね、スーパーとかで普通に売ってるっていうのはね、結構この辺りではよくある話なんですけど、後でちょっとスーパー行ったら買ってみようか。サバの一本焼き絶対売ってるんですよ。まぁ、ちょっと夜に行くと売り切れてることもありますけどね。なので、そういう、なんか、こっちのね、特産品なのかなと思ったら、
正直、よくわからん感じらしいです。ちらっと聞いてみたんですけどね。まあ、福井県民だったらみんな知ってるよっていうソウルフードというわけではないみたいですね。うん。ではなく、ただ、この辺りの集落、葛重湖の、この辺りの、集落の人たちは、さも当然のように作って食べてるやつらしいんですけど、なんか普通の餅とは違って、揚げるっていう、フライで揚げるような、工程が入るみたいです。うん。で、それを、なんか、タレにつけて、なんか、ね、これ、っていう感じのやつらしいんで、フライド餅みたいな、なのかな。でも、結構ローストに近い感じですけどね、パッと見た目で。これが、買ってきました。舞茸弁当ってことで。なんか、舞茸が有名だしですね。いくつか種類あったんですけど、これちょっと値段が50円くらい高かったんですけど、なんか、地域で採れた山菜とか、いろいろと入ってる感じらしいんで、これをね、やむらんもぐもぐしちゃおうというわけでございますね。これショーツに使っても。これショーツでバズっても世界中でもうここのね、舞茸弁当有名になるはずですからね。怪しいなぁ。でもね、こういったね、地域のやつ食べたやつのが、比較的ショーツでもやっぱ伸びてるんですよね。なんだろうこれってなって、見てくれるみたいで。うん。ということでね、早速この舞茸弁当いただいていきたいと思います。ショーツ用に取っていかないとね。舞茸弁当ね。よし。美味しそう。では、いただきます。こういう、すごいね。これで一本にしちゃうんだもんな。でも確かに食べながらそれでやってるのを映すとかっていうよりも、単純にこういうやつの方の感じですよね。まいた、すげえ、まいた、めちゃくちゃまいたけそうになってるわ。すげえ。牛丼の牛、いいところの牛丼の牛ぐらいに、舞茸が上にドカーって乗ってますね。うん。うん。で、下ばかり食うご飯ですね。うまい。ちょっとふわか。ふらなってるけど、うん。いけた。たくあん。白に飛んでるー。え？光ってるー、たくあんが光ってるー。いい加減こう。あ、いい、うまい。うん。実は意外とキノコ山菜好きなんですよね、山田さん。あ、そう、すごい味やな。へぇ。なんか朝日のソース出てましたよね。新しく出とったんで。試しに買ってみました。朝日はちょっとソフトドリンクで緑茶飲料はちょっと苦戦してますからね。伊藤園の多いお茶が強くて。で、綾鷹がね、リーの、あとなんだ？サントリーは家もんか。でね、あったりしますけど、朝日、キリンの生茶とね、はね、多少ブランドとしてありますけど、すごいね。山菜。うん。苦うま。いいですね。この手の、チコレチア植物ですよね。うん。わらびかな？あ、わらびじゃない。なんか独特の名前のやつだったな、あなたは。うん。お前、こっちでは聞かない、品名のやつがあって。わらびとかゼンマイとはまた別の山菜だったんですけど。ありますからね。こっちだと腰油とかね、は、あんまり、他の地域では全然出ないらしいですし。あ、腰油っていう、山菜があるんですよね。うん。吹きの塔をちょっと、また、の変わったバージョンみたいなやつですけど、美味しいですね。うん。山菜これだけ自分で作ろうと思うと、まあ大変ですからね。かといって大量に作ると、ちょっとしんどいですからね、山菜は。こういうお弁当とかに入ってるのがちょうどいい。キノコとの相性もいい。うん。これは？これなんだ？なんだこれ？ポテト？うん。甘辛にしたポテトだ。へぇ。美味しい。このポテトの甘辛煮はめちゃくちゃいいぞ。ちっちゃい。じゃがいも皮付きで煮てるんで、煮崩れがしてないんで、
雨やんだかな。いや、これね、ここは早送りするんだった。いっか、早送りで撮って、本編でも使えばいいや。一石二鳥じゃん。うん。食った。ふぅ、食った。ごちそうさまでした。